日本は地震や台風などの自然災害の影響を最も受けている国の一つです。時間の経過とともにこれらは歴史的名所や文化財的な建造物に多大な被害をもたらします。ここ唐津城も400年の歴史を持ち、当時の伝統的な技術により構築された石垣を有する城郭です。現在は石垣の上に天守閣が建てられていますが、幾度となく起きているであろう地震であったりとか大雨による浸透水ですね、そこら辺によって石垣が少しずつ前に押し出されたりとか劣化が進んでしまっている状況にあります。株式会社トッペンでは文化財をデジタルアーカイブ化し、幅広く後世に伝えていくための事業を展開しています。唐津城の文化財保護の観点から後世に残していくために、従来のデータ取得だけでは難しい部分があるかもしれません。最新のテクノロジーや新たなデータ保存技術を駆使していく必要性を感じています。今回 Phantom4RTK と DJI テラを用いて唐津城の石垣の 3D データを作成しました。P4RTK は GNSS に加えて RTK を利用することで非常に精度の高い位置情報を取得することができます。これにより測量 3D モデリングの精度が大きく向上します。 DJI テラは他の SFM ソフトに比べて処理速度が圧倒的に速くなっています。そのため現場ですぐに 3D データを作成することができます。そしてそのデータを使ってすぐに次のアクションをみんなで検討するということが可能になりました。Phantom4RTK と DJI テラを用いて業務を行うことにより、数時間かかっていた処理が数十分程度で終わることができるようになりました。さまざまな人たちにデータを活用していただくために、文化財を記録し公開していくことが我々の使命だと考えています。非常に最新の技術を駆使した DJI テラ、それによって作成された 3D データ、これを用いることによりまして、唐津城の築城当時の状況を正確に取得することができたと思っています。石垣は一度壊れてしまうと昔の状況というのがなかなか思い出せないというか記録がない。その中で最近その石垣を携わる者たちの中で、まず現状を記録しておくことが一番重要だ。正確に今の状況を写真一枚でもいいから残しておく。それでいざ災害が起きた有事の際の修復に一番の資料になると。写真から図面を起こすというものがメインだったのですので、どうしても石垣はその3次元奥行きとかを持っているものですので、石垣を再現するにあたってどうしても制限というか限界がありました。その中で今回非常に正確に現状、高さであるとか奥行き、そこら辺の細部にわたるところまで把握することができましたので、有効活用しながら先代の作った石垣、その構造を維持しつつも先代たちの思い、ビジョンであるとかその伝統をですね、守りながら私たちよりさらに将来へ継承していきたいと考えます。